手のひらに漢字をなぞってみると物語が見えてきます。雲の流れ、星の瞬き、草原を駆け抜ける動物たち。古の人たちは自然の中で生かされていることを知っていました。漢字はもともと素直に描かれた一つの絵だったのです。その一文字一文字に先人たちのどんな思いが込められているのか、時空を超えてその成り立ちを探る旅に出かけませんか。漢字に込められた物語を紐解いて、古の人の息遣いを感じたその時、生きていくための知恵や勇気を授かることでしょう。漢字て漢字の世界。今日の漢字はマグロ。10月10日は魚の用事語トトにちなんだ釣りの日。また日本カツオマグロ漁業協同組合連合会が制定したマグロの日でもあります。その由来は日本最古の歌集といわれる万葉集。山辺の明人が聖武天皇のお供をして明石地方を旅し、マグロ漁で栄える様子を詠んだのが新暦の10月10日とされています。そこで今回は冬にかけて旬を迎えるマグロという漢字の成り立ちを探ります。マグロという漢字は魚偏にあると書きますが、このあるの旧字体はまた会う日までのまたの下に月と書きます。または右手を、月は肉月、つまり肉を意味します。そこから右手で物を枠の中に囲う様子を暗示させ、海を囲むように広く回遊するマグロの習性を表していると特説があります。また多くの肉を身につけている、あるということから、魚偏にあるの字が使われたという説も有力。さらにマグロの大きさや人々への広がり具合から、マグロは魚の中の魚、ここに魚ありということで魚偏にあるとなったという大胆な説もあるようです。東北地方から関東にかけて太平洋沿岸地域に点在する貝塚遺跡。そこからマグロの骨とともに鹿の角で作った銛、釣り針などが出土しています。外洋製のマグロが偶然沿岸に流れ着いたとは考えにくいため、古の人々は果敢に漁へ出かけマグロを捕獲していたと見られています。またかつてマグロは主に西日本でシビと呼ばれていましたが、死ぬ日に通じて縁起が良くないということから呼び名が変わりました。マグロの語源は目が黒いからマグロ、あるいは船の上から姿を見ると真っ黒な魚が泳いでいるように見えたからとも言われています。漢字の成り立ちにしろ語源にしろ、さまざまな説があるマグロ。日本人にとっていかに親しみ深い魚であったかがわかります。漢字て漢字の世界。今日の漢字は魚偏にあると書くマグロ。魚の中の魚、
ここに魚ありということを示した説や、多くの身がある魚だからといった説があります。ではここでもう一度、マグロという字を感じてみてください。江戸時代、宝暦4年版の日本三海名産図会には、こんな解説があります。およそ8月彼岸より取り始めて10月までのものをヒレナガという。10月より冬の土用までに取るを黒と言いて、これ、大いなり。ヒレナガは手軽に楽しめるビンチョウマグロ。黒は最高級の味わい、本マグロのことで、秋から冬にかけてのこの時期は、マグロの旬が続きます。味覚の秋の一皿に、赤くツヤツヤと光るマグロのお刺身があれば、やっぱり心が弾むもの。国際的な漁獲制限がかかる昨今、ここに魚ありのマグロを味わう幸せをじっくり噛みしめたいものです。漢字は3000年以上前の人々からのメッセージ、その思いを受け取って感じてみたら、ほら、今日一日が違って見えるはず。それではまた来週。山根元代でした。